本日はですね、お足元の大変悪い中、小松島基地サマーフェスタ2019ようこそ、お越しくださいました。皆さん楽しんでいただけてますか、ね、先ほどあのヘリコプターの、ね、あの飛行の、ね、展示とかありましたし、後ろには体力測定コーナーなんかもあるんですけどね、皆さん、ね、楽しんでいただけますかね。あのムシムシしますので、ね、こまめに水分補給しながら熱中症に、ね、気をつけながら、楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、第2回目の演奏となります陸上自衛隊第14音楽隊のミニコンサートをお楽しみいただきたいと思います。申し遅れましたが、私は音楽隊の司会をします緒方彩香、二等陸曹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。1回目の演奏も聞いてくれたって方いますか？ありがとうございます。じゃあ皆さんほとんど初めてですよね。陸上自衛隊第14音楽隊、今日初めて見たという方いますか？あー、たくさんいる。ありがとうございます。覚えていってくださいね。ね、もちろん海上自衛隊のこともよくね、あの覚えていっていただいて。ということで、じゃあ私たちのねプロフィールをちょっと紹介させていただきます。陸上自衛隊第14音楽隊は四国における防衛警備および災害派遣等を担任する第14旅団の霊下部隊です。香川県善通寺駐屯地に所在し、自衛隊の儀式、隊員の士気高揚のための演奏や四国4県を中心としたコンサートなど年間100回を超える演奏活動を行っております。演奏活動もするんですが、私たちも自衛官ですので、駐屯地や旅団中枢の警備任務など各種訓練も行っております。本日はですね、普段はあの吹奏楽編成といいまして、大体35人ぐらいでね、の大人数で演奏しているんですが、今日はその中から選ばれし6人で、ね、息の合った演奏をお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで次の曲へ参りましょう。皆様、ね、あの徳島出身の方が多いのかなって思ってるんですけども、徳島出身のね、今大人気のシンガーソングライターといえば、お姉さん米津さんね、米津玄師さんね、知
ってますよね、きっと皆さんね。あの紅白歌合戦もすごかったですよね。あの大塚国際美術館ですかね。大塚国際美術館行ったことある方いますか。意外と少ないですね。意外と地元のね、地元のものはあんま見なかったりしますね、意外とね。はい、もう大変ね話題となりましたが、そんな米津玄師の歌で、昨年ヒットしましたレモン、そしてパプリカね、ちっちゃいお子さんわかるかな、パプリカを2曲続けてお届けいたします。お聴きください。未だにあなたのことを夢に見る、忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う、戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた、家に隠してたくない過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いまま、きっともこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたと共に胸に残り離れない、苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない、今でもあなたは私の光、思うように恋をしてたあなたに、あれから思うように息ができない、あんなにそばにいたのに、まるで嘘でも忘れられない、それだけが確か、あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたとともに胸に残り離れない、苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない、分けた果実の片方のように、今でもあなたは私の光、無理か、ね、踊れますか、ね、小さい子、もし踊り知ってる子がいたら一緒に踊ってほしいな。パプリカ来ますよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り
そしてパプリカを続けてお届けいたしました。片山総長に大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございます。ということでですね、それではここでですね、本日のメンバー紹介していきたいと思います。まずはサクソフォンを吹いています藤田祐介サントリクソです。何県出身？千葉県出身。千葉県出身です。はい、ということで次行きましょうかね。次、あ、ドラム叩いています。後ろにいますよね。ヤマハのドラムが世界一似合う男、能見翔吾二刀陸曹です。能見君はね、ここお隣の香川県出身です。はい、それでは、じゃあ女子行きましょうかね。キーボードとパーカッション担当しています宗石さな担当陸曹です。はい、彼女は高知県出身です。高知県出身。はい、ということで、黒い楽器の色です。楽器の色です。黒い楽器を持っているのが、エレキベースです。エレキベースさんとしているのは白井俊一等陸曹です。白井層も高知県出身です。はい、そして私たちになくてはならない存在、音響ね、これ今日マイクいっぱい使ってるじゃないですか。そのマイクをね、操作してくれているかけがえのない存在、西名秀隆担当陸曹です。兵庫県出身だったかな、尼崎出身だったかな、兵庫県出身。はい、はい、そして最後に、我らがバンドマスターになります、クラリネットとボーカル担当しています片山亮陸曹長です。片山総長も高知県出身ということでね、なんと私たちこの7人しかいないのに高知県出身が3人もいるんですよ。すごいと思いませんか。そして私たち重要音楽隊にはなんと徳島県出身隊員というのがいないんですよね。なのでぜひ徳島県の方、自衛官になっていただいてですね、音楽隊ぜひ入っていただきたいなと思っております。あそこにね、地方協力本部のブースもありますので、ね、今日の海上自衛隊のことはもちろん陸海空との、自衛隊のお話もじっくり聞けると思いますのでね、ぜひこの後行っていただけたらと思います。はい、ということでメンバー紹介でした。さあ、それでは次に1分間指揮者コーナーと題しまして、本日お越しの皆様に、音楽隊の指揮者になっていただきたいと思います。指揮者って何っていう思う方もいると思うんですけど、指揮者というのはですね、この私が持っていますこの指揮棒、この指揮棒を使って演奏をまとめる役割をしています。はい、いきなりね、指揮棒を渡されても何していいのかわからないという方もいると思いますので、ここで簡単に指揮の説明を運動会のかけっこに例えてみたいと思います。1について用意ドン、この3つの言葉使っていきたいと思います。まず1についてで、私が持っていますこの指揮棒を体の前に構えます。そうしますと音楽隊の人たちが楽器を構えます。次に用意で大きく振り上げると、音楽隊の人が音を出すために息を吸います。そしてドンで振り下ろすと演奏がスタートいたします。じゃあ一度この流れをね、ちょっと皆さん一緒に練習してみましょうか。じゃあ皆さん指揮棒を持ってると思って体の前に構えてくださいね。では行きますよ。1についてよーいドン。はい、ありがとうございます。1についてよーいドン。はい、ありがとうございます。そして演奏が始まりましたら、今から演奏します曲は、2拍子となりますので、1、2、1、2、ひらがなの C を書くように1、2、1、2と振ってください。演奏は指揮者次第なんですよ。なので
ゆっくり振ってもいいですし、ものすごく速く振ってもいいですし、もちろん曲の途中でだんだん速くしたりだんだん遅くしたりするのもありです。もう指揮者次第ですのでね、演奏を大いに楽しんでください。そして最後はゴールと腕を高く上げて回して止めます。はい、ということでこの流れをですね、一度私見本ということで一度指揮をちょっとやってみたいと思います。演奏します曲は、皆さんね、今日海上自衛隊ですよね、ね、きっと聞きたいっていう方もいると思います。軍艦、行進曲軍艦をお届けいたします。ではいきますよ、1について、よーい、あります、では今日は時間の都合上3人の方に指揮者になっていただきたいと思います。指揮をやってみたいという方、どうぞ手を挙げてください。